僕は初代のウルトラマンですね。好きというか、セブンよりは初代ウルトラマンの方が好きですね。何が一番好きでした？僕が一番好きなのはザラブ星人なんですよ。ザラブ星人ちょっとマイナーですけど、ザラブ星人がウルトラマンと逆っていうのが好きなんですよ。お仕事で地球にやってきて、こう人間を滅ぼす、知的生命体を滅ぼすのがお仕事なんですね。そこがすごい好きだったんですよ。だからウルトラマンと全く逆の宇宙人っていうのがちゃんといるって思います。偽ウルトラマンっていうのも好きでした。もう偽が好きなんですよ。かかとが尖ってるのにみんな気づいてるみたいな。あ、それは猫が2匹いても多分首つかない。宇宙人を人間が見てもやっぱ分かんないじゃないですかね。そうそうは。でも違いすぎないか。形が。他の偽物って同じ形で色違いが多いよね。マフラーが黄色だったり、なんか黒が入ってたりする、もうどう見たって色違うじゃんみたいな。ウルトラマンだけだね、そういう意味で言うと形が違う、ね、別面ですよね。別面、ね、別に作って、そう言われてみるとあの偽ウルトラマンの方がイケてんのかもしれないね。どれが一番好き？怪獣は僕はやっぱネロンガが好きなんですけどね。ネロンガ、まあ、あとドドンゴとか。ドドンゴ、アムさんは？僕はもう、あのウルトラマンそのもの、初代ウルトラマンが一番好き。ああ、そうですか。怪獣は？僕はあんまり怪獣には興味ないんですよ。その割には見てんじゃない？ええ、一応見ますけど。ビルの夜のビルにあの銀色の巨人が立つっていうのがかっこいいんです。ああ、そういうところが、ええ、ウルトラマンのどういうところが好きなの？いや、もう初代ウルトラマンのなんていうんですかね、あの宇宙人なんですよ。そう、すごい違和感のある人で、あの最初の A タイプはそこにそういう人がいる感じがしてですね、口がわずかに開いてるのがまた怖いんですよ。だから初代ウルトラマンの A タイプを子供の時に見たらやっぱ怖かったですね。実際にこういう人がいるんじゃないか。で、最初にあの早田隊員に事故でこう詫びる時にですね、はっはっは、心配することはない、なんて高飛車の宇宙人っていうのはあるんですけど、あの後から A タイプ、B タイプ、C タイプってあの作られていくじゃないですか、と安野さん的には。あ、僕は B タイプが一番好きですね。 B タイプってどういうんですか？あのこの辺がとんがっててちょっと鋭角的で戦闘的な顔をしてるんですけど、あのこの強い感じが好きなんです。結構マッスルで、マッスルですよね、B タイプ一番ヒーローヒーローしてると思うんですけど、たまにこう口動いてるんですよね、 A タイプって。そのシワシワのやつは A タイプだから、きっとその体と顔も同じ皮膚でつながってる。だからあれ裸の人っていうイメージだったんじゃないかなと。口パクのギミックをつけようとしたんですよね最初。でもその考え方としては、その、だから仮面じゃなくて顔ですね。その B タイプから面が硬いやつになって、どう見てもこう面をなんかウェットスーツを着てる人がつけてるみたいな感じが否めないんだけど、やっぱり最初のそのシワシワのやつはきっと基本的には全身同じ肌でできてるっていう、まあ、だから例えばひぐちゃんが真っ裸で立ってるようなちょっとそういうような感じ、同じ模様はパンツじゃなくて、あ、でもあれ血流のイメージだったでしょ、赤いラインっていうね、筋肉のラインそのまま出したんですよ、しばらくするとここにこう模様が。フレアビンさんの体型が怖い。そこへ来ますか。体型っていうか、あの姿勢とかが、スペシウム光線がね、なんか猫背でこう発射してるポーズが定番、それってかっこいいと思った？スペシウム光線ギミックとしてやっぱりその手をクロスして光線が出るっていうのはやっぱそれまで見たことがなかった。あれはエポックですよね。素晴らしい。いやもういいですよ。もうこれで光線が出るっていうのはすごい発想ですよね。でもあれですか、皆さん監督なさってらっしゃるじゃないですか。でウルトラで監督をするとしたらどんなストーリーとかちゃんとあります？いや僕はもうあの地球防衛軍というかそういうのをちゃんとやりたいです、ね、ちゃんと、組織を、そこだけ組織をやりたいですね。あ、組織を、ああいう組織が実在するとどうなるんだろうというのをシミュレーションでやっていきたいと思いますけどね。ああそうですか。最終的にはあの出なくてもいいんですけど。何が？あのウルトラマンとかもう最後にワンカットでもいいですけど。勝手なこと言って。俺はねやっぱり侵略者とかいいですけどね。宇宙人が侵略してくるとかそういうことっていうのをちゃんと、バルタンとかああいう感じの、であったり、もしかしたらウルトラマンそのものが善意の侵略者かもしれないっていう、たまたまウルトラマンって一番素晴らしいなと思うのって、ウルトラマンを迎え、あの受け入れるあの世界だと思うんですよ。実に見事な、いまだにあんな世界は実現してないし、ね、それはそうだけどね、人間はとりあえず一丸となってるっていうような、なんかこう平和な世の中ってのは大きくできていない以上、今
この世の中にウルトラマンが来てもじゃあそれって何をする役割として何するのとか、うん、そういうのがすごくこう突き詰めていくと逆に今の人間というものをちゃんとこう照らし出せるんじゃないかなというのをよく考えはするんですけど、でもそれってウルトラマンじゃねえよなっていう、ね、そうだね、うん、でウルトラ Q とかウルトラマンをご覧になっていただいて、それで今その自分にとってどういうふうに影響があるっていうふうに思いですか。ウルトラマンなかったらこの仕事やってないと思いますね。あ、そうですか、うん、子供時代にそういう洗礼を受けたっていうことで今あると思ってますけど、初代ウルトラマンなかったら今の僕はいないですね。全然違ったと思います、うん、あれをあの時見たっていうのが大きいと思います、ね、これが多分、うん、な俺なんかもしかしたら皆さんとちょっと年代的にちょっと視線ずれてるんだけど、それでもかろうじて引っかかってるっていうことがすごく大事なのかなと思って、こっからあとじゃあ俺よりも3つか4つ下になっちゃうとそこまで好きにはなれないと思うんですよ、うん、じゃあ極端なことちょっと今自分たちがこういう仕事をしてて、それを見た子供たちが同じように、あ、大きくなったら小永さんになりたいなみたいになんなきゃいけないって、そういう立場になってきてるんだ、うん、じゃないかなと最近、ね、そうですよね、うん、素晴らしい。昔一度イベントで僕からお借りしてこの服着たことあるんですけど、手足は良かったんですが腹だけ出ててですね、すごい悲しかったと思います。